この中に京都にお住まいの方はいらっしゃいますか？ヘイヨン、藤原定家とは俺のこと。定価500円じゃねえよ、俺は藤原定家。よーチェケラッチョ。群れの私も呼びましたか。僕は古事記を書いた元織宣長本人です。日本でオーロラ見れるって知ってましたか？ヘイヨン、だって俺らが記録に残してんだもん。そもそもオーロラってなんやと思ってるマサコです。そこでオーロラの発生メカニズムについて簡単に調べてみました。イエーイ、パフワパフワパフワトトトトン。まずオーロラは宇宙で発生するものです。地球で発生しているのではありません。太陽の爆発現象、通称太陽フレアから発生する100万度以上の熱風爆風がキーンと地球の磁場に触れてやな。それがオーロラなんやで。オーロラの色については太陽からの爆風キーン電気バチバチが高い緯度で発生すると緑色に光って、低い緯度で発生すると赤く見られる。そして過去に日本で見られたオーロラは赤色がほとんどです。ねえねえ、さっきから何してるん？ずっとゆらゆらしてねえ。おお、これモノマネだよ。藤原定家のオーロラのモノマネ。どう？めっちゃ電気発生バチバチ、光をポーポー放ってる。お好きにどうぞ。ではここからはオーロラが日本で観測されたという記録を過去から辿っていきましょう。オーロラの一番古い記述はなんと日本書紀に記載されています。これは日本最古の天文記録だと言われているんです。その記録がこちらです。12月のハノエトラの1日天に石器あり、長さ1畳余りなり、形キジオに似れりという表現があります。この表現は最近まで彗星なんやろかオーロラなんやろかと謎でしたが、国立極地研究所がズバリオーロラでしょうと判断しました。そのオーロラと判断した理由が石器とキジオという表現です。石器は低い緯度で発生したオーロラ、またキジオは鳥のキジの尾っぽと書きます。これはこちらの画像にもありますが、峠の形になっていることを当時の人はキジの尾だと表現していたんですね。メスが違う、オスがメスをアピールするディスプレイ行動の中で尾っぽの羽を扇状に広げることが由来しているのだと考えられています。オーロラの表現一つとっても当時の人々の感性を感じますね。感じるかいよいよ。さらに平安鎌倉時代の歌人平陽織のこと藤原定家も日記明月記の中でオーロラについて書き残していました。よいよいチキラヨウヨウチキラ、俺が100人一首選んで藤原定家、職業は和歌をラップで歌うチキラッチョ。この人松穂の裏の夕凪に白夜も潮のにも焦がれつつ、アンサーソングを歌います。ゆらのと渡る船人かじをたい、行方も知らぬ恋の道かな。1204年の
2月から3月にかけ、京都の北から北東の夜空に石器が連続して現れた。山火事のようで重ね重ね恐ろしいという記述がありました。そして江戸時代にはメモまで話題の本居宣長も日記にオーロラを見たことを書き残しています。1770年2月の日記です。今夜北の空が赤くなっていった。10時頃は遠くの火事のように見えたが、深夜0時には赤みがものすごく大きくなり、その中に白い筋が立ち上がり、現れたり消えたり、やがて石器は広がり、後には東から西の半分まで覆い尽くした。午前2時ごろ消えていった。返事は各地で見えたそうだ、という日記でした。他にも松前藩、今の北海道から薩摩藩、今の鹿児島県までオーロラが見れたという記録もあります。これは正解、越後聖火という書物に記録が残されています。日記として残っていただけでもこれほどあるのです。見た人も含めるとより大人数の人が見ていたんでしょうね。日本でオーロラを見ることができた時期も過去にもあったんですね。記録が残っているなら最新のオーロラ記録、現代はいつ頃まで見ることができたのでしょうか。最新で残っているのは2015年です。場所は北海道で、日本の中でも高緯度の地域で見ることができました。もしどうしても日本でオーロラが見たい、見たくてたまらない、そんな人は北海道の中でも陸別町ならチャンスがあるかもしれません。アタックチャンス。生活をする中で日本でオーロラが見えるなんて想像もしていませんでしたが、地球も惑星として変化しているんですね。日本でもオーロラを見ることができたということは、目から鱗だった人もいるんではないでしょうか。今回は日本で見られたオーロラについてお話ししました。最後までご覧いただきありがとうございました。アンサーソングを受け取りました。これ違うな、ちょっと待ってよ、違うわ、ちょっと待って、今急に恥ずかしくなってたね、これ